ドア会長、アンジェリカ先輩も。あ、リン君たちだ。おっと、これは奇遇じゃないか。ハーシェル生徒会長。アンジェリカ先輩も珍しい場所でお会いするこれも女神の巡り合わせというものだね。ラウラ君、フィー君もよかったら私と一緒に。いえ、実習中の身ですので。そういうこと。がっくし。そういえば、動力バイクでトリスタから来たんですか？ああ、そいつを使えば40分くらいで着くからね。トアを後ろに乗せてきたわけさ。うん、機械の馬みたいなものですか。なんかかっこいい。あんちゃんの運転激しいから大変だったけど。はあ、でもお祭りはいいよね。これでテロリストの心配がなければ言うことないんだろうけど。どうしてそれを。ひょっとしてサラ教官から何か聞いていたんですか？うん、君たちの実習に関しては私も少しお手伝いしてて、昨日も知事さんからの要請を教官に取り付いたんだよね。それでちょっと心配になってアンちゃんと見に来たんだけど。そうだったんですか。何やら見えないところでお世話になっているようですね。感謝別に大したことはやってないんだけど。おや、細かい手続きや書類作成も手伝っているんじゃなかったかい？サボりがちなサラ教官に代わって各方面への連絡もしているそうだし。そうなんですか？教官、ちょっとは見直したと思ったんだな。さすがにちょっとサボりすぎかもね。まあまあ教官だって忙しいんだし。それにしてもリン君たち皇女様と会ったんだよね。いいなあ、私も一目でいいから見たかったんだけど。俺たちも驚きましたけど。確かに噂通り天使みたいだったかも。王女殿下の愛らしさは帝国の至宝と言ってもいいが、リーン君の妹さんも素晴らしい素質を持っていたね。エリゼ君だったか。またお目にかかりたいものだよ。ああ、妹だったらちょうど殿下の付き人として園遊会に出席しているところですね。本当かい？王女殿下にエリゼ君、それにフィー君を加えたら最強フィフティーンズの出来上がりじゃないか。なんか参加させられてるよ。悪い気はしないかもこんなことなら父上の言いつけに従って園遊会に出席しておけば。いや、さすがに霊人たる私がドレスを着るわけには。しまった、それならタキシードを着ていけばよかったじゃないか。あんちゃん、どうどう。なんだなんだ、揃い踏みかよ。クロー先輩。あれ、クロー君？なんだ、君も来てたのか。まあな。そういえば月賞に行くとか言ってましたけど。メインレースの結果はどうだったんですか？聞いてくれるな。まさかあそこでブラックプリンスが来るなんて誰が予想できんだよ。しかもランバーブリッツが2番手に差し込んでくるなんて、大番狂わせもいいとこだぜ。ああ、4号で当たりか。わざわざ検証ハガキを出した甲斐があったみたいでな。で、しれっと特賞を当ててんじゃねえよ。もうやだ、この女これも日頃の行いの差というものだろう。あんちゃん、異様にくじ運とか強いからね。3時の鐘だね。そろそろ各地の行事も終わるくらいの時間かな。我らももう一回りくらい巡回すべきかもしれないな。ああ、
同感だ。すみません先輩たち、俺たちはそろそろ。うん、気をつけたまえ。なんだなんだ、もう行っちまうのかよ。アークスも持ってきてるから、何かあったら連絡してね。はい、それでは。あれ、どうしたの？これは何かの圧力が高まっているような。ああ、こいつは。これって月祭の余興？いや、テロリストの仕掛け。うん、そうみたいだね。アンちゃん、クロウ君、みんなの避難誘導を手伝って。ケンペイさんたちも混乱してるみたいだから。あ、合点承知だぜ。会長、俺たちも。ここは私たちに任せて、リン君たちは動いて。君たちにしかできないことがきっとあるはずだよ。俺たちにしかできないこと、それって慌てる行為。まさか陽動か。間違いなさそう。ご機嫌よう知事閣下、招待されぬ身での訪問どう？君たちは？正直あなたにはそこまでの恨みはないのだが、あの男に協力している時点で同罪と思っていただこう。やはりそれが狙いか。殿下は関係ないだろう。二人を解放したまえ。知事閣下残念だが、それは応じられぬ相談だ。こちらのお二方には君たちの陣営の致命的な失点になっていただく。命まで奪うつもりはないがね。エリゼー！兄さん、リンさんたち。君たちは来てくれたのか。父さん、大丈夫か。トールズ士官学院、ノルドでの仕込みに続いてまたもや現れたか。だが今回ばかりは邪魔されるわけにはいかん。魔獣を操っているのか。それで外の魔獣も。
エルゼ、高所殿下、貴様ら。ふん、それでは我々は一足先に失礼させてもらおう。お前たち、ここにいる全員を食い殺せ。負けないよ。大型魔獣2体、戦闘パターンは分析済み。7組 A 班、全力で撃破する。承知。敵集団捕捉、状況開始。俺の番だな。さあ一気に行くぞ。任せて。行こっか。シルフィード、ダミッチ上がる。ちょっと行くぞ。我が更新の一撃。俺の番だな。炎。僕の番だね。届け、ジャンボスの歌。行こっか。クリア。うん。時間が惜しい。追いかけるとしよう。父さん、血が出てるじゃないか。かすり傷だ、問題ない。それよりお前も殿下たちを。わかった。待ちたまえ、僕も助太刀させてもらうぞ。パトリック、いや、あんたにはできればここを守ってほしい。まだ外に大型魔獣もいるし、知事さんも怪我してるからね。だが僕からも頼む。君の腕だったら安心だ。引き受ければいいんだろう。決まりだね。よし、行くぞ。指示閣下、鉄道憲兵隊への連絡をお願いします。ああ、任せたまえ。リストめ、エルゼ、高所殿下も無事でいてくれ。魔獣がいる。問題ない、このまま蹴散らすぞ。やあ。
てくるがよい。まい。さあ、一気に行くぞ。うん、任せるがよい。うん。みんな、元気を出して。あ、任せて。行くぞ。みんな先に進もう。よし、やったぞ。グイだね。よし、客て。そこまでだ。何？はっ！やっ！ミサ、皆さん。ここまでだ。殿下とエリセを解放してもらおうか。あまりの不敬、見過ごすのはさすがにためらわれるが。おとなしく解放するなら見逃さないでもないぞ。5対3、勝ち目はないよ。少なくとも2人を連れて逃げ切るのは不可能。そのまずは2人を解放してもらえませんか。恐れ入った、トールズ士官学院。まさかここまでの逸材たちを育てていたとは。政治は無用。2人を解放するか、このまま睨み合うかだけだ。言っておくが、二人に傷一つでもつけたら一切の容赦はしないと思え。リーさん、リーンさん。分かった、降参だ。少なくとも我々に勝ち目がないことだけは認めよう。それじゃあおとなしく解放するんだな。ああ彼に勝てたらな。やれ。貴様、揮発性の睡眠薬。気絶させただけさ。裏若き乙女に見せるのは少々ためらわれるからな。しまった。また魔獣を。なんだ。ここ。これは。
これぞゴーマの笛の力。暗黒時代の帝都のマスラも従わせるアーティファクトだ。さあそれでは今度こそ死での旅路へと向かいたまえ、トールズ士官学院7組の諸君。どうするの？敵戦力不明、動きが読めない。みんな気合を入れるぞ。今回の実習で俺たちが得たものを考えたら勝てない相手じゃない。その通りだ。くっ、悪あがきを、行くがいい。暗黒時代の魔物よ、この愚かで哀れな若者どもに無慈悲なる鉄槌を下すがいい。手強いぞ、気をつけろ。俺の番だな。さあ一気に行くぞ。チェックメイトだ。かなり厳しかったけど。貴様、すでに死は覚悟のみ、いつ果てても文句はない。だが今回の作戦だけは屍すら残すわけにはいかん。かくなる上は恐れながら玉体を傷つけても。この辺りが潮時でしょうね。こやつら、あらあら、すばしっこい子猫ちゃんね。私好みだわ。さすがはシルフィードか。同志 S、 それに同志 V か。こやつらテロリストの仲間。
やれやれ、今回は任せてもらうと言っていたはずだが、だが正直助かったぞ。悪いな、ジーノ旦那。だがここであんたが捕まったらさすがに幸先が悪いからな。無粋とは思ったけど、お邪魔させてもらったわ。同志シーと一緒にね。そういうことだ。どうし、まさか君まで来るとはな。私の立てた今回の作戦、それほど頼りなく見えたか。いや、ほぼ完璧に見えた。しかし作戦というものは常に不確定の要素が入り込む。そこの七組の諸君のようにな。僕たちのことまで。何者？本作戦の主目的はすでに達した。この上皇族を傷つける不名誉を負う必要はない。そうではないか。その通りだ。返してやりたまえ。エリオット、マキアス、二人を頼む。うん。ああ、さてこれにて双方が歩み寄れたと思うのだが、依存はないかな、七組の諸君。あるに決まってるだろう。恐れ多くも殿下たちをさらい、薬などで眠らせたこと、とても帝国人として許せるものじゃないな。5対6、ちょっと厳しいかな。みんななかなか骨のあるガキどもじゃねえか。せっかくだから相手をしてあげてもいいのだけど。まあここは私が出るのが筋というものだろう。刀使いに体剣使い、それと操縦剣の使い手か。来い、相手をしてやろう。ただの余興だ。鉄道憲兵隊が来るまでのひととき、その怒りをぶつけてみるがいい。面白い。すごい自信。その武具は暗黒時代の遺物、ダブルセイバーか。我が名はシン。それだけ覚えておくがいい。士官学院七組の力見せてもらおうか。それでは始めるとしようか。私の番だね。行くぞ。任せるがよい。行こっか。やっ。行こっか。待たせるか。行こっか。
行くぞ。二の肩、早く。よっ。行くぞ。さすがはシー。私たちのリーダーを務めてるだけはあるわね。ここまでの使い手とさらに匹敵するかも。お前は、お前たちは一体帝国解放戦線、本日よりそう名乗らせてもらう。静かなる怒りの炎をたたえ、都市がたき独裁者に鉄槌を下す。まあそういった集団だ。帝国解放戦線。それに独裁者って。そこまでです。サラ教官、クレア隊員、間に合ったか。どうやら時間のようだな。え、まさか。それでは諸君、また会おう。爆弾。あわよ。それじゃあね、かわいい子犬ちゃんたち。せいぜい生き延びてみせるがいい。崩れるわ。早くこっち。は、はい。ゲン、シャレになってないぞ。2、そなたは殿下を。分かった。